こんにちは。こんにちは。キュアリアシスタントのミレイです。はい。はい。今回はこちらのリセットスムージーなんですけど、うん、腸にいいって聞いたんですけども、うん、どのようにいいんですか？腸にいいっていうと、まあいろいろありますけど、はい、まずは腸の働きって何かっていうところからまた理解したいんですけど、はい、腸って、まあ、大体4つくらい大きく働きがあるって言われていて、はいはい、まあ、1つ目が栄養吸収。栄養吸収。吸収して、はい、であと、いらなくなったものを排泄してくれる、排泄、はい、ありますよね、うん、であと腸内細菌の住みかっていうところ、腸内細菌の住みか、はい、あとは精神的な作用も及ぼすって言われていて、精神的、はい、セロトニン、ホルモンですか、セロトニンの分泌を助けているのは腸だというふうに言われたりはい、するんですよ、はい、5つですね、もう一つ、はい、あともう一つ免疫、免疫、はい、はい、はい、まあ、分けていくとこんな感じで、はいはい、大きく分かれてくるんですけども、はい、セットスムージーはもうこれら全体的にセロトニン分泌とはいかないですけども、この腸の働きを助けてくれる側面もいっぱいあります、はい、うん、はい、でまあ、排泄部分でいうと、食物繊維っていうのを含んでるっていうのがあるので、はい、ゆっくり腸壁腸内を進むことによって、うんうん、取りこぼしなく排泄できるようになるっていうのが、まあ、はい、ありますね、はいはい、であと、吸収っていうところと栄養吸収というところと腸内細菌の住みかっていうところでいうと、うん、はい、乳酸菌っていう、はい、まあ、菌が、まあ、鍵を握ってるわけですよ、うん、はいはい、腸内フローラーとかって聞いたことありますか？はい、あります、はい、どんなのイメージですか？えイメージですか？腸内フローラー、フローラー、はい、その細菌じゃなくて、うん、なんかこうわーってこう腸内を何守ってくれてるような なんて言ったらいいんですかね、乳酸菌を取り入れて、そのまあ、出しやすくしてくれる。フローラがね、確かにお花畑っていう意味なんですよ、はい、お花畑、はい、一面花がお花が咲いているお花畑のように、はい、腸内細菌が、はい、まあ、乳酸菌、腸内細菌が、うん、腸をなんていうか牛耳ってるって言い方だと悪いんですけど、花が咲いているお花畑のように、はい、腸内細菌がバーッとこう一周しているっていうイメージですね。腸内で、うん、わーってこう、なんか、なんですか、広がってるみたいな。そう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 。その腸内フローラっていうのは、そのお花畑、はい、荒れてる人っていうのは、はい、そのお花が枯れてしまっている状況だったりとか、あ、逆にもうカビルンルンだらけになっちゃってる状況っていう意味ですよ。ああ、はいはい、うん。よくないですね。よくないですよね。で、善玉菌、悪玉菌なんて言われて、はい、腸内細菌って、ね、言いますけど、はい、善玉菌が、まあ、多ければいいわけじゃなくて、うん、バランスよく、はい、まあ、こう密集しているといいって言われているわけですね、はいはい、で、その腸内の環境が、はい、カビルンルンだらけだと、はい、彼らが、食べたものをさらに発酵させて、はい、発がん性の高いものを分泌してしまったりとか、はい、消化不良のままのものが、はい、吸収されてしまうなんてことがあるんですよ。腸を荒らしてしまうので、はいはい、うん、怖いちょっと嫌なイメージするじゃないですか、はいはい、もっと言うと、はい、細菌なんかもこう食べたものと一緒に入ってきますよね、はい、それが腸壁が荒れてると、はい、入っていってしまって病気のもとになったりもします。そっか、うん、腸でやっぱ吸収されるから、うん、そこにやっぱりその何でしょう、悪い状態だと余計その悪くなってしまう、侵入を許してしまうわけですね、はい、怖い怖い。だから免疫を弱めてしまうっていう側面も実はあって、はいで、はい、でその腸壁を守っているのがまた腸内細菌だった、はい、でこの腸内細菌とうまく付き合っていくっていうのは非常に大事なことだったりするんですね、はい、だからもうずっと、うん、腸内細菌のことって言われ続けているし、はい、今でも、はい、メーカーさんがね、うん、いろんなメーカーさんがいろんな乳酸菌をありますね、はいはい、コマーシャルで出したりしてると思うんですけど、うんうん、はいはい、そういう、まあ、意味合いなんですよね。なるほど、うん、やっぱ
腸内環境って大事って思いますね。いろいろ見たことないですけど、はいはい、カビルンルンな状態をイメージするとね、はい、嫌ですよね。嫌です、嫌です。良くないのはその発がん性の高いものを分泌してしまうっていうのがやっぱり一番怖いところかなと思います。見えないし分からないから、その実感もないから、うん、気づいたらそういうちょっと悪い状態になってたっていうのがすごいショック。嫌ですよね。嫌ですね、はい、はい、なのでなるべくその、はい、腸内環境をケアしてあげて、はいはい、ルンルン、いいルンルン、カビルンルンのいいバージョンのものでガーッとこう、はい、お花畑になっているのがまあ理想なわけですよね、はいはい、そうですね、はいはい、そのためには、はい、食事の、なんていうんでしょう、タンパク質過多とか炭水化物過多っていうような、はい、バランスの悪い食事をするんではなくて、はい、やっぱり整えていくっていうのが大事な要素で、はい、でもう一つは乳酸菌たちが活性しやすいように、はい、乳酸菌たちの餌になるようなものを入れてあげるっていうのがポイントなんですね、はい、それがまた乳酸菌に乳酸菌を入れていくようなイメージで、乳酸菌を取り入れていくことによって、はい、乳酸菌の餌になってくれて、はい、良かったりするというのがあります、はい、そういう意味で、はい、スムージーには乳酸菌を、はい、配合しているので、うんうんうん、腸内環境の中の整えてくれる側面も持ってます、はい、うん、ビフィジス菌、大腸菌、大腸のやつですね。はい、はい、はい、なるほどです、はい、でもそのやっぱ腸内環境をね、整えたいですよね、健康でいたいと思います、うん、そうなんですよ、はい、でそれが、はい、腸を休める時間を作ってあげられると、はい、まあ、いいわけなんですが、はいはい、結構今って食事が取りたい時に取れたり、はい、食べたい時に食べれちゃうじゃないですか、はい、そうすると朝昼晩、うん、おやつが入ってみたいな感じで絶えず入ってくるようなことがまあできてしまう今時代環境なんですけど、そうですね、はい、それをまあちょっと腸をクリーンにする掃除する時間を作ってあげようっていう意味合いでも、はい、朝食を、うん、まあね、お提案しているのは朝食を、こういうのに置き換えるっていう時間なんですが、うんうんうん、腸に優しいものしかないので、うん、入ってないのでちょっと食べる時間を、うん、前後なくして、はいはい、でこれを取り入れることによって腸内をクリーンにするっていう時間で、はい、それをやってあげると、はい、こう腸内フローラ環境が、まあ、はい、定期的に、うん、何て言うんでしょう、ケアできるというような位置づけもあるかな、はい、なんて思います、うん、ありました。そういう意味で言うと、はい、さっき言ったような腸の働きの部分、免疫っていう部分にもちゃんと、はい、間接的にではありますけど作用してくるし、はいはい、吸収という部分も腸内フローラが落ち着くので、はい、余計なものを取り入れないとか、はい、逆に言うと消化吸収助けてくれる乳酸菌もいるので、うんうん、はい、ただ理想的な栄養素の状態で取り入れることができるようになります、うん、はいはい、というようなこともあります。はい、この辺が、まあ、こう言葉で言うところの、うん、こう効果なのかなと思って、うんうん、はい、分かりました、はい、そうですね、やっぱり手軽で、でもやっぱ腸を休めることも考えて栄養も取れるっていうのはすごくやっぱりいい、うん、体のためにも本当にいいと思いました、うん、はい、ぜひ試してみたいと思いました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。